ハローワールド。私たちは今青春18切符を使って電車で西へ移動してるんだぜ。そう、今回の目的地は、青い春だ。目的地がわからないからって適当に言うのはやめんかい。っていうか青い春ってどこだにょん。夕日に向かって走るとか。まだ昼間よ。じゃあ夕日が向かってくる方向で。やっつくされてしまえ。まず今日はこのまま青春18切符で神戸まで行って、明日は鳴門海峡を見に行くわよ。鳴門海峡は有名な場所だし楽しみだね。渦巻き鳴門に出会えるんだな。この葉の里に行くわけじゃねえから。豊橋駅で乗り換え休憩。ここに来たってことは、もちろんあんまきを食べるわよ。いえいえいえ。今回は何の味を買ったんだ。前にコメントで推してる人がいたチーズあんまきにしてみたわ。電車の中でこれを食べるのなんだかワクワクするよね。見てこの美味しそうなチーズ感。チーズどころかあんこすら映ってないんだけど。しっかり側面を取るにょん。もちもちの生地に甘いけどくどくない上品なあんこの美味しさがしっかりね。そして後からとろりとしたチーズのほのかな塩気にコクが来てうまいんだぜ。キミョン、一体何やってんの。さっきあんたが言ったじゃない。しっかり側面を取るミョン。あんまきの側面を取れってことだよ。滝への辛いところを取るのはやめるミョン。それで宿にはチェックインしたし、明日に備えて寝るのか。まだ時間も早いし、せっかくだし神戸を少しお散歩しましょう。それにご当地グルメを食べに行きたいお店があるのよね。何のご当地グルメ。カツ飯よ。前に私たちも作ったことがあるやつだね。がっつり系でうまいよな。本場で食べるの楽しみな。お店やってなかったわ。なんてこったい。代わりに近くの気になるお店に来てみたわ。近くって言っても1キロ近く離れてたけどな。っていうかもう駅を出てから3キロ近く歩いてるんだけど。いい盛り合わせとライスのセットにしたわよ。ちなみにライスは大中小が同じ値段でお代わりも無料よ。じゃあこれはもちろん重よ。こんもりしてるの台だと1キロくらいあるらしいわ。何それすげー。この組み合わせはヒレカツにエビフライ2つにハンバーグだね。ヒレカツがヘレカツって書いてあるのが関西来た感じがして嬉しいんだぜ。味もどれも美味しくてまた来たいお店になったわね。ごちそうさまでした。だいぶ暗くなってきたね。神戸駅の横を通って海の方に来たけど、ここはハーバーランド公園って言うんだな。っていうか神戸駅から近くの大阪湾沿いをハーバーランドって言って再開発された地区らしいわ。なんだか素敵な橋があるね。これは羽根っこっていう橋らしいわよ。その名前の由来は多分羽根橋から来て、ポケモンの羽根っこの巣だからだな。そんなわけあるか。だってほら、めっちゃ羽根っこ開いてるんですけど。パチュリーにツイッターで聞いたんだけど、たまたま羽根っこのスポットライトアワーだったらしいわ。すごい偶然だったんだね。海ディグダもいるんだぜ。綺麗よ。レンガの建物もあるんだぜ。神戸レンガ倉庫は昔は神戸港に到着した貨物の倉庫だったらしいわよ。今はいろんなお店が入ってるみたいだね。それに全国で5カ所しかないアンパンマンミュージアムもあるし、でっかい観覧車もあるんだぜ。なぜだかこの時は動いてなかったんだけどな。そして何よりも夜景が綺麗だみょん。100万ドルの夜景ってやつだな。めっちゃ高いわね。インバブエドルで。めっちゃ安いわよそれだと。帰り道で元祖メロンパンなるものをゲットしたわ。この形のメロンパンは初めてだね。西日本の一部だとこういう形のメロンパンって言って丸いのをサンライズって言うらしいわ。形もメロンっぽくないよねこれだと。でもこの形は今のメロンが広がる前に庶民のメロンとして食べられていた幕は売りの形みたいなんだぜ。ビスケット生地のナイフ割りパンにたっぷりの白あんが和菓子のような美味しさだったわ。霊夢のおなら。張り倒すわよ。高速舞妓バス乗り場。朝から電車で舞妓駅に来たわけだけど、駅を出てすぐに高速バスの乗り場があるんだね。っていうことは高速バスに乗るの。そうそう、青春18切符だけで鳴門海峡の近くに行くとかなり時間がかかっちゃうのよね。もちろん高速バスの料金は別にかかるけど、こっちの方がだいぶ早く着くのよ。そういうことなんだな。高速だけあってバス乗り場に向けてどんどん登っていくんだね。さてここでクイズ。バスはバスでもすごい速いバスってなんだ。高速バス。そこは都バスでしょ。謎謎的にもう陸地が見えてきたんだぜ。ここが鳴門海峡のあたりなのか。よく答えられたわねマリサ。全然違うわよ。違うんかい。今見えてるのは淡路島ね。今日は鳴門海峡を見に行くんじゃなかったのか。地図を見るとわかりやすいんだけど、今回使った高速バスのルートは神戸から明石海峡大橋を渡って淡路島を通り抜け、大鳴門峡を渡って鳴門公園で降りるのよ。ちなみに私たちは鳴門公園で降りるけど、このバスは徳島駅まで行くらしいわ。そういうことなんだな。っていうか何気に初めての四国にこのままバスでアクセスできるんだね。ちなみにバスは新神戸とか三宮からも出てるんだけどね。じゃあなんで舞妓まで来たの。どうせ今日青春18切符はこの後も使うんだし、電車を使って少しでもバス代を安くするためよ。あんこいのどけちみこだったんだぜ。やかましいわよ。それにしても淡路島も旅してみたいね。そうだな、今度は通過すんじゃなくて遊びに来ようぜ。これが大鳴門橋ってやつだな。この橋の真ん中あたりが徳島県と兵庫県の県境らしいわ。イエーイ、初めての四国だぜ。ちなみに今は淡路島と四国をつなぐのはこの道しかないから、徒歩や高速を走れない移動手段だとこのルートではアクセスできないのよね。鳴門海峡を泳げば行けるんじゃないか。私の犬かきなら行けるかしらね。行けるわけないでしょ。鳴門公園に着いたんだな。案内図見ると展望台がたくさんあるのがわかるね。それだけ景観が良い場所ってことなのね。展望台からさっき渡った橋がよく見えるんだぜ。せっかくだし海の方へ降りてみようかしら。お店があるけど時間が早くて開いてないね。もはやいつものことなんだぜ。
あ、渦潮が起きてるんだぜ。こんなところに渦潮があるわけないでしょっていうか起きてるって。確かに渦潮起きてるわね。ポストカードでしょこれは。橋の真下に来たんだぜ。こうやって見ると大きい橋だね。この橋はまた後で行くわよ。あれ？でも車しか行けないんだろ？またバスで戻るのか？それは後のお楽しみってやつね。それにしても渦潮らしきものは全然見れないな。場所のせいかもしれないけど渦潮は見れる時間が決まってるのよ。一日中見れるわけじゃないんだね。でもネットで調べると渦潮が見れる可能性が高い時間とかわかるから参考にできるわ。もやし Vlog。今度はどこに向かってるの？この上の展望台まで行ってみようと思ってね。そんなに登りたくないんだぜ。大丈夫よ、今回はエスカレーターを使うから。エスカヒルナルト。さてここでエスカレーターのチケットを買うわよっていうか、カフェメニューも売ってるんだな。ウズドラソフトを買ったわよ。バッチリ欲望に負けてるもんね。まあ高いところに登る前にエネルギー補給は大事なんだぜ。エスカレーターで登るんでしょ。このウズドラソフトはここでしか買えないウズドラにソフトクリームを挟んだものね。ウズドラはここのお土産コーナーでも売ってたんだぜ。しっとりどら焼きにしっかりあんこにソフトクリームは相性バッチリだね。考えてみたら和風パンケーキとソフトって感じだものね。それにしても長いエスカレーターなんだぜ。何しろ日本で2番目に長いエスカレーターだそうよ。それはすごいね。なんだか下を見ると吸い込まれちゃいそうだね。そういう時はレバガチャすると良いんだぜ。スマブラでカービィに吸い込まれたわけじゃないんだから。展望台に着いたね。着いた時に外出たら展望台が2つあってビビったんだぜ。ここナルト山は歩いて登ってこれるみたいだから、ナルト山の展望台とエスカヒルの展望台がそれぞれあるってことかしらね。景色ないだぜ。今度はどこに向かってるんだ。最後に渦の道ってのに行ってみようと思ってね。渦潮が見える道ってことなのかな。そういうことね。ナルト海峡を観察できる道なのよ。なんだか見覚えがあるようなないような。この白い橋の部品はまさか大ナルト橋なのか。ここ、そういうこと。車道の下に作られた遊歩道なのよここは。なんだかワクワクするな。それはナルト海峡も観察できるのが良いね。床に窓もあるんだな。高所恐怖症の男は玉ヒュンで骨盤が破壊されないように注意なんだぜ。どんな勢いで玉ヒュンしてんのよそれ。渦潮って感じのは見れないね。渦潮の時間見てきたんじゃないのか霊夢。それがこの時間は渦潮が見え始めるちょっと前って感じなのよね。なんでまたそんな微妙な時間に。この後の時間を考えるとこれ以上の長いはきついのよ。手違いんだぜ。しかしこれなら上の車道からの方がよく見えるんじゃないか。このガリマカサ、この橋ができてすぐ橋の上から渦潮を見ようとする車の人が多かったらしいわ。だから今では駐停車禁止になってるのよ。なんかちょっと広場になってるね。ここからがっつり下が見えそうなんだぜ。今は渦潮ってほどじゃないけど潮の流れが速いのは見れるんだぜ。それにしてもなんで渦潮って起きるんだろ。私自身ちゃんと理解してるわけじゃないんだけど、地形なんかの関係でここはぐるっと回ってきた満潮と干潮がちょうどぶつかる場所なのよ。それで海の高さに差が生じて水が流れ込むわ。さらにここは V 字型の狭い地形だから浅い場所と深い場所で速さに差が出て、それが渦潮になるみたい。なるほどわからない。大丈夫、私もよくわかってないわ。それじゃあ今回の動画はここまでよ。神戸の夜の散歩もナルト公園の散歩も楽しかったんだぜ。そういえば食べ物のナルトって、そもそもナルが水の轟音で戸が入り口のことで、ここの海峡を意味してるのよ。地名のナルト市や食べ物のナルトもここの海峡が名前の由来よ。そういうことだったんだね。それじゃあ食べ物のナルトがたくさん作られてるのは静岡県会津市よ。さすがにそれはここじゃないんだね。